ユウさん、じっとしてください。リュウ様、早く良くなってまた稽古つけてください。だいぶ楽になった。サンジのおかげだ。サンジがリュウ様を見つけてくれたんですよ。そうか、助かった。子供扱いできんな、サンジ。稽古はいつでもつけよう。やった。里外れのいおりにて嬢様がお待ちです。共に参りましょう。リュウ様、お体は大丈夫ですか？心配かけたな。もう大丈夫だ。ご無事で何よりです。ああ、サンジのおかげだ。ほら、しっかり的の中心を狙って。おみつ。よく手入れできている。なんと、リュウ様、ご分お祈りいたします。ここにつけてらしたというのはすごいな。すべてのことを大事なことは最高の徳となる。霊を知れる者は天を恨み、己を知る者は人を恨み。霊を知れる者は天を恨みず、己を知る者は人を恨みず。おう、リュウ様。まだまだだな。やっぱリュウ様はすげえや。稽古、楽しみにしてます。リュウ様、お待たせいたしました。参りましょう。ああ、行こう。こちらです。行かせてはおかる。
竜様、また腕を上げられましたね。お前もな、モミジ。
お前たち
その脈動、呪詛が全身を蝕んでおる。解く手段は？わからぬ。かつて同類の呪詛を追いし竜の忍者が一人、今はの際に闇に飲まれ竜剣のみが残されたと聞く。邪神を切るために玉割りし竜剣、切り殺したあまたの汚れがたまっておったら、その腕、その汚れを増幅し命を奪う下法とし、一族に伝わる竜剣の呪いは幾世にも及ぶ我らが業の責めくよ。俺にはまだなすべきことがある。闇を生きるは苦難だが、闇に向き合い打ち勝った時、あるいは